日本では F3 戦闘機開発が進む中、 F35 ステルス戦闘機との軽空母計画が同時に進んでいる。 F35B 戦闘機の登場で護衛艦いずも加賀の改修工事が進んでいる。では今回世界の空母事情を見ていきますね。韓国では何気に F35B 戦闘機の導入を決めましたが、アメリカはどうするのか見ていきますね。2021年2月現在、アメリカとその多くの同盟国は、ロッキード・マーチン社製の新世代インターナショナルファイター、いわゆる第5世代戦闘機 F35 ライトニング2の採用を進めており、日本や韓国もその例外ではない。日本では F35 ライトニング2戦闘機の通常の滑走路使用バージョンである。A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を42機、合計で147機を、防衛費で調達する計画が進められている。147機という数字が一人歩きしてしまい、これまでのところ、1機約120億円以上のコストとなることとなる点を鑑みて、アメリカからの圧力や税金の無駄遣いのように報じるメディアも当然存在する。しかし、日本ではようやく老朽化の著しかった F4 ファントム戦闘機の退役が行われたのだ。それに F15J イーグルや F2 戦闘機の入れ替えも進めなくてはならないため、 F35 ライトニング2戦闘機の調達は不可避な状態だと言える。韓国でも F35 ライトニング2戦闘機の調達が日本と同じように進められており、2020年11月の段階で A 型がすでに24機導入されている。また、20機追加し、日本と同様 B 型を20機調達すると公表した。韓国も B 型の方を調達する方針となったのは、日本が護衛艦いずも加賀に航空母艦化改修を施し、その艦載機とすることに対抗しようとするものだと見られている。軽空母建造を打ち出しているという事情は、戦略上の問題はさておき、とにかく日本に先行されることは許容できないとの感情的な判断にも移るが、まあ他国事情なので、ここでは積極的なコメントは控えておこう。韓国の一部では追加する A 型20機、B 型20機の計40機を、さらに倍増となる80機近くまで引き上げるとする意見もあるようだが、どこまで予算的に可能なのかは疑問だ。倍増したところで優秀なパイロットを育てられなければ、ただの鉄くずとなるだけである。F35 ライトニング2戦闘機を導入するという点では、日本と韓国は同じ機体を調達するように見えるかもしれないが、今後は日本が国内で最終組み立てを行うのに比べ、韓国は完成品の輸入に止まるという。また、日本の A 型はヨーロッパ製の空対空ミサイル、ミーティアを兵装として運用可能な仕様であるのだが、韓国の A 型は現状アメリカ製の空対空ミサイルのみへの対応という相違点もある。だから、細かいことを言えば、全く同じものではないということになる。
日本では愛知県の三菱重工業の施設内に F-35 ライトニング2戦闘機専用の最終組み立て工場である FACO を優秀なスタッフが稼働させており、さらにここはアジア太平洋地域の同期の整備拠点となることで世界中から注目を浴びた。このためアジア太平洋地域において完成後の F-35 ライトニング2戦闘機の重整備など大幅なアップグレードはここで行う必要があり、航空自衛隊のみならず在日米軍の機体もその対象となるのだ。当然韓国もアジア太平洋地域の F-35 ライトニング2戦闘機の運用国であるため、本来はこの愛知県の三菱重工業の施設でのメンテナンス対応国となるのである。しかし敵対視する韓国がこれを受け入れるわけがない。韓国が日本に対する政治的な思惑からアメリカ側からも推挙されている。三菱重工業での重整備を今後 F-35 ライトニング2戦闘機の本格運用化した後でも拒み続けるのか否かは現時点では不明だ。ご存知のように韓国はこれら第5世代戦闘機である F-35 ライトニングに戦闘機の導入と並行して2016年1月から本格的に始まった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX の開発も推進している最中である。韓国は KFX をインドネシアとの共同開発を行う方向で進めてきていたが、分担金調整や技術移転問題などがあり、2020年12月にインドネシア側から放棄したという発表された。放棄したことに関してインドネシア側が契約内容を遵守していないように見えるが、発展途上国相手のこうした兵器輸出はこの顛末を見る限りにおいては自国がリスクを伴うことがよくわかる事例だ。韓国のいざという時に備えた兵器の国産化という観点からは、我が日本も F2 戦闘機の代替計画、次期戦闘機計画を開始させているということから、決して他山の石とは思わない方が賢明だろう。日本でも次期戦闘機の海外輸出を進めるべきとの一部自民党議員たちからの提言があるが、国内の余った完成品をいいねで売却できるような条件でなければ、手間と費用がかかるだけだ。元が取れないと、単純に負債を抱えるだけとなるのだから、何が何でも購入側のメリットを取得させなければならない。他のアメリカ同盟国の現状がどうかというと、イギリスは日本と同じように第5世代では F-35 ライトニング2戦闘機を調達し、次をテンペスト計画で賄おうとしている。テンペストとは無人機 UAV 軍との連携計画を含むイギリスの FCAS の中核をなすチームのことである。それらはイギリス空軍 RAF の緊急能力局 RCO のほか、 BAE システムズ航空システム担当、ロールスロイスエンジン MBDA ミサイル、イタリアのレオナルドセンサーと通信ネットワーク、イギリスのセキュアクラウド ICT システムで
組織が構成されている。残るヨーロッパの主要国であるドイツとフランスは、第5世代戦闘機は今のところ導入せずに、ユーロファイターやラファールで対応し、共同で第6世代戦闘機の FCAS 開発計画を推進している状態だ。特にフランスはこれまで独自の戦闘機開発にこだわり続けていたが、現代の戦闘機開発を一国だけで行うことの費用面の負担や開発の遅延という点から、ドイツと連携する道を選んだものだと解釈されている。第6世代戦闘機は、イギリス、日本、フランス、ドイツと三極化しており、当然、ここにアメリカも新型機を投入してくるため、ある意味今より賑やかな状態になるだろう。すでにアメリカは予定より10年も早く、第6世代ステルス戦闘機、デジタルセンチュリーシリーズのテスト飛行を開始していると。2020年9月15日に、米空軍のウィリアム・ローパーという調達開発の担当者が発表した。これからの各国の判断が結果として正しいか否かは、今のところ全く判断がつかない状態としか言いようがない。